ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。前回に引き続き京都大学の卒業式を見ていくぞ。ついに始まりますか、後半戦。軽く前半戦をおさらいしておくと、2021年を卒業するということで、巷で京都大学と恐れられる京都大学の卒業式を見ようとしたんだぜ。そして蓋を開けてみればこんな感じの、有明ビッグサイトもびっくりの魔境が広がってたんだよな。というわけで後半戦キックオフだ。おお、クオリティ高いな。って思ったやつ、ここはコミケではない、京大卒業式だ。そして京大のヤバさを語るならば、この写真一枚で十分だろう。どっから湧いてきたんだてめえ。彼の特製スロースタートも、大学生活最後の日に解禁されたのであろう。両隣も負けず劣らずヤバいんですけど。というわけで京大卒業式後半戦を見ていくが、前半戦動画のこのシーン、すまん、ラーもよく死にたわ。訂正及び謝罪をここにお詫び申し上げます。よし、それじゃあ前置きはここら辺で。それじゃあ本編行こう。まず最初はこれだ。え、何これ。何って計算機プログラムの構造と解釈の表紙じゃん。こんなもん誰がわかるんだよ。あの京大卒業生でも反応できるのは200人に1人くらいなんだとか。後半戦早くもヤバい気配がしてきました。からのみんな大好き戦が早速ヤバいやつ来ちゃったよ。あれ、ソース焼きそば。あれって問題になったあれのことじゃねえか。続きまして、ジバニャンとコマさん。もんげー、オラの知ってる妖怪じゃないずら。からの魔女の宅急便の危機。急に可愛いの持ってくるやん。この後もっかい出てくるからよく覚えておけよ。え、伏線張ってんのこれ。それじゃあ最初にポケモンが出てきたことなので、いくつかポケモンを見ていこうかね。吉田よ、ピカチュウが強すぎ。目が怖いんだよ目が。ちなみに吉田寮本体もいたぞ。ここまでする吉田寮が何なのかはググってください。すごいから。話をポケモンに戻してコイルとか。なんでこんなクオリティ高いの。そして泣いてるポッチャマと笑顔のオーキド博士とか。何このカオスすぎる空間。ちなみにポッチャマはモネナと参考書を持っている。しっかりレポート提出直前の大学生じゃねえかよ。あとポッチャマは普通に中身丸見え。完全にただの大学生じゃねえかよ。そしてラストはクマモン。ポケモンじゃないし卒業式に本気出しすぎでしょ。でここからはアニメゲーム編。まずは超大型巨人。むしろ可愛く見えてきたわ。からのプロデューサーさん。己の卒業式でも担当アイドルを忘れないとか B の鏡かよ。そしてムーミンダムよりムーミン。うまいこと言語化できねえけどなんか草。あとはスクミンたち。お下がいるダースベイダーもいるし。スクミン100万匹いてもダースベイダーの方が強いでしょこれ。さらには非常口のピクトグラムも。卒業式らしく卒業口になってるあたりこだわりを感じるぜ。そんなピクトグラムの彼は、ラッシュクラインたちの後ろにいるし、勢いそのまま捕食しそうだな子や。そしてこの写真が撮られた場所は、さっきの月の後ろだったのだ。ここで繋がってくるんかい。そんなアニメやゲームのキャラで、一番カオスだったのが、マドマギより、トモエマミ。いや、クオリティヤバくね。に狙撃されている団長。何これ卒業しても、終わるんじゃねえぞ。ってメッセージなの。という状況を間で見つめる顔なし。もうめちゃくちゃじゃねえかよ。もっと言うとだな。マミさんとおマスに馬乗りになってたよ。これ卒業式だよな。やっぱりこれは卒業生から大学生へのメッセージなんだと思うよ。多分この人たちがやりたいようにやっただけなんじゃねえかな。メッセージ性が強いものだと、シンゴジラ第二形態をバルーンで作るようなすごいことをしても、世の中には煽ってくる人がいるから負けないでくれよってメッセージと。マジでこいつ世界のどこにいても誰かを煽ってるよな。他には人と話すときは大きな声を出そうね。で、社会の基本とか。このネタが誰かとかぶるとか、兄弟卒業式ヤバすぎんだろ。あとはなんかよくわからないけど何かを伝えたそうなこの一枚とかかな。もう紹介の仕方が無理やりすぎじゃねえか。それじゃあ最後に、このキリミちゃんの一日を見て終わろうか。しれっと銀鮭のキリミ持ってて草。卒業式という晴れ舞台で、自慢の仮装を作って装備してきたキリミちゃんは、え、何これ言うねん。あと材料思いっきりアマゾンの段ボールじゃねえかよ。ようやく晴れ舞台の会場にたどり着いたわけだが、入り口で警備員に引き止められ、しっかり警備員もいて入場チェックがあるのかよ。卒業式に臨みましたとさ。で、キリミちゃん出入り禁止になってんじゃねえかよ。大笑い戦車は入れたのに、残念ながらキリミちゃんは入れませんでしたとさ。でもこのリーチは確かにぶつかる可能性高すぎるわな。というわけで以上、京都大学の卒業式後編でした。で、吉田寮のピカチュウいるじゃねえかよ。今年の7月15日に動画を初投稿して、年末にはここまで来ることができました。いろんな動画を作って皆さんに楽しんでもらえて充実した1年だったぞ。ありがとうございました。
そんな感じで今年最後の動画は終わりである。じゃあな。そして2022年に見てる人は明けましておめでとう。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。